ブッダの弟子の一番をちょっと見返してまして、サーリプッタですね。で、確かね、サーリプッタは友達のモッカラーナと一緒に、なんて、会議論者のところに弟子入りするんですね。で、その会議論者は、疑わしい、この世の全ては疑わしいんじゃ、信じに値するものは何もないって言ってるんですね。で、そこにずーっと一緒にいたけれども、心が晴れないので、で、他のところに探しに行って、ご縁があって、お釈迦さんのブッダのところに行かはるんですね。で、なんで、会議論者のところに行って気が晴れないかというと、会議論者は、ケチをつけてるだけなんですよ。どんなに素晴らしいよっていうもんがあっても、ほんまにそうだか、疑わしいって言って、これくればこんなに、効果がありますよとか何とか言っても、めっちゃまあ疑わしいと言ってるから、何も信じてないから、ケチよって言ってるだけなんですよ。本当の会議論者は、ほんまにそれがいいのかどうか試してみようって言って試していくのが、会議論者の正しい、方法だと思うんですね。だから、サーリプッタは、その会議論者のところにいても、心は晴れなかったんですね。